はい本日はリライズショートストーリーでゆいかさんにインタビューさせていただきますよろしくお願いしますはいよろしくお願いします最初に自己紹介をお願いしますはいえー、っとゆいかと申しますで現在はあのまあ youtube をメインなんですけどもあのまあ悟りとかスピリチュアルとかあとはまあ、心の心理とかそういう部分についてのまあ その人がその人らしく心豊かに生きられる方法みたいなものとかあとは私が実体験で気づいた、まあ、気づきですね人生におけるこういうふうにしたら楽になるよみたいなそういう話をまあメインであの発信しています。であとは個人的なカウンセリングとかもまあやったりとかあと私自身があの天然石でアクセサリーを自分で作ったりするので。 それを、まあ、オンラインショップで販売したりしていますはいよろしくお願いしますはい、はい、お願いします、はい、最初の質問はゆいかさんの夢ビジョンについて教えてください <laughs> はい夢ビジョン をあのこ,のこういう活動を始めてからあんまりこう考えたことはなかったんですけど強いて言うならでもやっぱりこう今本当にこう見える現実世界はとにかく変化がすごくあ,のある時代だと思うので,あので心をこう揺さぶられるようなそういうことがすごくたくさんあるのでどんな状況とかどんな環境とかでも こう自分は大丈夫って思えるようなその核になるこの心の安定みたいな、はい、そういうものを何て言うのかな広げられたらいいなっていう風に思っているのと、うんまあ、あとはそれでやっぱり。 とにかくこう明るく楽しく笑えるような世界に本当にもうこれは理想論かもしれないんですけどそういうふうになっていく世界をまあ私が見てみたいっていうかそれがまあそうなったらいいなってすごく思ってますねああなるほどなんか明るく笑,笑えるような社会ってまあなんかシンプルですけど本当にそれ払ったらすごいなんかいい社会になるだろうな そうですね。もう本当にもう世界中でみんなで笑い合えれば、もうそれでなんかいろんな問題全部解決するんじゃないかっていつも思うんですけど、はい、うん、そうなったらいいなってなんか思いながらちょっとそのお手伝いというかそういう活動ができたらいいなって思ってます。うん、なるほど。うん。まあそういう社会になったら、はい、まあ有華、まあ、さんの身近な方でもいいですし、なんか、まあ、まあ日本とか。 世界はどういいうううに変わっていきそうですか、うん、うん、そうだななんか私自身もそうなんですけどなんかこう幸せってこういう形みたいなものを昔は多分勝手にイメージで思っていたんですよね、はい、なんかこうなんだろうなまあ結婚してとか家庭があってとかあとはなんか男性だったらなんか 仕事で成功してとかいろんなイメージがあるかもしれないんですけどなんかそこにとらわれずにその人がその人らしくなんかいられて人との比較とかもなくこう生き生きいられるようなことそういう人たちが増えたらなんかガラッとこう変わるような気がして世界が。で私は YouTube とか見てるうちにそういうなんだろうな こんなにいろんな人がいるんだっていうのをネットを通して知った,んだ知ったので、はい、そは自分でもそれが楽になった部分でもあるし、はい、もっともっとそれをね、広げられたら楽になる人がい,いっぱいいるんじゃないかなと思って。はい、ありがとうございます。はい、ではあの、その夢ビジョンに向けて、まあ、今後の1年とか2年とか3年ぐらいの、まあ、目標や計画とかがあったら教えてください。うん <laughs> 1> 1年2年そうだなあのこういう発信を始めてからまだそんなに時間は経ってないんですけどでもなんか今まで私は芸能界10年ぐらい前までは芸能界で働い仕事をしていてタレントをしていたんですけど、はいはい、まあその時から結構やっぱり。 今10年経って本当にいろんな体験をしていろいろ内面で気づいたことがあってでそれをこうだろうな今度はその10年で気づいたことを外に出して直接人との関わりを増やしていきたいなって思っていて YouTube も続けつつ どうしてもこう動画で発信だと一方的な発信になってしまうので、はい、少しんだろうな本当に人と交流しながらそういう活動とかこういうことに興味がある人とつながりながらもっともっと広げていけたらいいなっていうふうに最近やっと思いましたなんか、うん、ちょっと前までは YouTube で発信できたらいいかなぐらいに思ってたんですけど、はい、やっぱり直接話したり言葉を交わす方が広がっていくのをすごくじ感じたので、はいうん、なんかそうですね、うん、少しずつ。 なんかこう形にしながら直接人が集まれる、まあ、ネットの中かもしれないですけど、はい、そういうのを自分でこう考えて作っていきたいなっていうのはありますね最近。なるほどそういう交流のババとかを作っていきたいです、ねうん、そうですねうんうんはいありがとうございます、はい、その目標や計画に向けてなんか日々の活動における指針ですねこういうのはやるとかこういうのは 逆にやらないいとか、まあ、そういうのがあったらら教えてもらいます、うん、そうですね一応ベースとしてやっぱりこう自分の心がこう直感としてこれ違うなって思うのは、はい、どんなに頭が「やれやれ」って言ってもこっちの感覚の方で私は選びたいなって思っているので。 はい、目先のなんか利益を取るっていうよりはもうちょっと高い視点から見た時に自分が本当にやりたいのかどうなのかっていうのをあの大事にして選びたいなっていうのがあって、はい、そのベースになるのがやっぱり不安とか恐れから選ばないっていう、うん、あなので日々こう何ですかね、まあ、自分の感覚をこう すごくこう見てる分かりにくいですよね <laughs> 内観したりとか自分一人の時間とか静かに自分がいられる時間っていうのを少しでもとってあのやっぱり頭がエゴでいっぱいになったりとか頭のおしゃべりがわーってなると急いでしまうので、はい、そうならないように。 あの自分の直感を大事にできるように、こう少しクリアにできるようにしてます。自分の内側を、はい、<laughs> わかりますか伝わるかなあはい、大丈夫はいはい。では、4つ目の質問は、まあ、最初におっしゃった夢ビジョンですね。人まが、あ、変化の激しい時代に、まあうん、心の安定とか、まあ、核を持つ人を広げていくことでその明るく笑う。はい 人が多い社会を作る。あそこに、それは目指せなかったきっかけとうんそこに、そこにどんな気づきとか発見がありましたか。はい、そうですね。それに気づくきっかけはもう山ほどあったんですけど、やっぱり20代の頃にこう芸能界に入ってこうね、頑張って仕事をしている時っていうのはそれまでは。 なんでもこう努力すれば達成できるってなんか思ってたんですよね。はい。どっちかっていうとドゥイングの方が大事っていうか。はい。なんでも行動して頑張れば夢は叶うし、あの幸せになれるって。 思っってて頑張ってたんですけど、はい、ちょっと体を壊したりとかしてそれで仕事を辞めた時に、はい、それがまあ30前半ぐらいだったんですけど、はい、それで30代前半にまあ体調を崩したりしてもう仕事も辞めてこう一人で家で、ね、あの本当に過ごす時間が増えた時に、はい、やっぱりなんで人って生きてるんだろうとかこう自分の なんか命っていうか生きる目的って何だろうみたいなそういうふうにこう入ってたんですよね、はい、外に向く意識がこう自分の内側に向き始めたっていうか、はい、それでその時に、まあ、結婚とかいろんなことがあったんですけど子供があができたんですけどすぐに生まれてしまって生まれてすぐ亡くなってしまったんですねでそういうことがあった時により一層なんかこう本当に。 なんか人の幸せって何だっていうふうにすごい考えてしまってで最初に話したみたいにこう家庭を持って自分も仕事をしてっていうのが一つの幸せのこうイメージを私は持ってたんですけど、はい、自分がそうなれないかもしれないって思った時にじゃあ自分の幸せって何だろうっていうふうにすごくこう考えて。 でかつ何でも努力すればねこう夢は叶うって思ってたのにやっぱ子供が生まれるとか生まれないって努力関係なくどうしようもできない部分もあったので、はい、なんかこうそこから本当の意味でスピリチュアルというかまあこの哲学とかもそうかもしれないんですけど、はい、その。 人すよね。<laughs> そこからなんか、うん、いろんなそういうスピリチュアルとか心理とかに興味ある人たちと知り合うようになって、はい、こんなにもみんな生きづらさを抱えてたんだっていうのを、はい、に気づいたのもすごく大きかったです。 みんな表面的にはね笑って幸せそうに生きてるんだけども実は心の中には結構いろんな葛藤だったりとかこう空虚感とか焦りとかそういういわゆるなんかねネガティブみたいな感情がいっぱいあってう、うん、そういう中で生きてる人がこんなにたくさんいるんだっていうのに気づいたのもなんか結構大きかったんですね。うん そういう、まあ、いろんななんか人生の経緯の中でゆ、うん、夢につながっていったってていいたうそうそですね自分の体験とかこう今まで人に言わなかったような葛藤みたいなものを言うとめちゃめちゃ共感されたりでそこから自分が楽になった生き方とかを話すと、うん、ありがとうみたいな感じで感謝されたりとかいつの間にかそうやってこう。はい なんか誰かが元気になってるっていうのを見た時になんかこういう話もう少ししていってもいいのかなっていうふうに思って、うん、YouTube だったりとかをこう発信するようになりました葛藤、うん、があったけどその言いたいって思えたのは何でだ、はいあのー、っぱりその自分が入院してた時があっんでその時にはもうなんか本当に その入院して退院したとかな引きこもりみたいになっちゃってたんですねなんかもう絶望感で、はい、でその時に YouTube をすごい見てたんですよ、はい、<laughs> やることもなくそしたらなんかあのいろんな家族がいてそのアメリカに住んでるその全員が養子とか、はい、あとはその白人の夫婦2人なんだけど養子で生まれたって こう黒人の子やアジアン人の子を育ててるファミリーとかいろんなこう形それだけじゃなくスピリチュアルな話を好きに話してる人とか本当にいろんなことをしてる人たちをこのネットの世界で見たときになんかあのすごい私自身が元気をもらってこう幸せの形って本当に一つじゃないんだなっていうのを勇気づけられたときに。 ああ自分の体験した話がもしかしたら誰かにとってのこの心が楽になるきっかけになるんじゃないかって思って、うん、それで、まあ、ちょっとやってみようかなって思いました。なるほど。ちょっと最後の質問ですけど、はい、さっき、まあ、いろんな経緯があって心、うん、の,ここの葛藤があったけどその まあネットでいろんな家族の形とかいろんなことやってる人を見て発信しようと思われたとそういうきっかけがあったとしてもその、まあ、例えばその自分だけの幸せでいいと思う人もいるかもしれないですけどそれをなんかより多くの人がその明るく笑えるようにしたいっていうふうになった背景には何がありそうです そうですね、確かに、自分一人でもいいって思える、思う人もいますかね、<laughs> そっか。なんか、結局、一人で楽しむよりも、喜びをみんなと共有したいっていうのは、もしかしたら昔からあって、ちっちゃい時から。でも、それって、なんかあの、あそこのお店の、このご飯美おいしかったから、 今度みんなで行こうよみたいなそのくらいの小さなきっかけだったのかもしれないんですけどでも自分が知ってよかった情報とか笑ってる時にやっぱりこの楽しさをみんなと共有したいっていうのがそれはもしかしたら性格かもしれないですけどでもやっぱりどこかであの苦しくて入院したり引きこもってた時の自分 に重ねねてるのかもしれないです、ね、その人を元気にしたい、その人が笑顔になってほしいっていうのがやっぱり根底にあってだから自分一人ではやっぱり満足できないかもしれないですね。はい、<laughs> うん、なるほど。うん、はい、ありがとうございます。はいそれでは最後にあのこの動画を見てらっしゃる方にメッセージあればお願いします。<laughs> はい。なんかあの 言葉ではなく説明できたかちょっとわからないんですけどでも本当になんか一言言い,言いたいことっていうのはなんかこの人生をこう深刻に捉えずにあの楽観的にっていうか楽観的にって言葉ってなんかこう ね、真面目にやる仕事とか学校の授業とかの中ではちょっとネガティブなイメージがあったかもしれないんですけど人生って本当に楽観的に楽しくいろんな体験をして遊んでそしてこの一つの人生の体験を終え,る終えてっていうふうに私は思っているのでなんかあの不安とか恐れとかを持ちながら生きるよりも やっぱり同じように楽しめる人たちを見つけて、もう大いに自分の人生を遊んで。あの一緒に共有。この地球っていうね、命を共有できたらいいなって、すごく壮大なことかもしれないんですけど。<laughs> 思っているので、はい、あの仲間になれたら嬉しいなって思います。はい、ありがとうございます。はい、本当にその、ご自身の、あの実体験をもとにした、あの。はい、夢ビジョンに繋がってる。 あのう、副ストーリーを伺いました。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。